展覧会展覧会とは一般に博物館において行われる歴史的資料、人物的資料、工芸、美術作品等を公開するための展示企画のことを称する。似たようなものに展示会と博覧会があるが、前者は美術工芸品ではなくビジネスに関係した工業製品を展示し、商売に結びつけようとする企画で新しいビジネスを求めている企業向けであり、 通常は、博物館や美術館では開催されない。また、校舎は、対象物としては、展示会的なものを中心として、展覧会的なものを加え、ビジネスマン向けとともに、むしろ一般人向けにも企画され、博物館や美術館よりも大規模な会場で行われる。展覧会のうち、美術工芸作品を展示するものを、美術展、または工芸展。 作品展という、美術展の分類法としては、様々な分け方があり、例えば、テーマできる方法、人できる方法、公募展と企画展とで分ける方法などがある。日本における展覧会としては、1907年に、すでに文展の第一回展が開催され、1914年にはに、課会も開始しているなど、すでに100年以上の歴史を持つ。なお、美術館は、 博物館の一種である、ありがとうございます。